こんにちは。2020年9月16日です。旭川にあります愛山系温泉にやってまいりました。ここはですね、源泉かけ流しです。なかなか結構山の中にあります。国道39号線ですか、そこからですね、約19キロほど山の中に入ります。1926年に温泉が発見されましたということです。そして山深いところにあるので、電気がありません。従いまして、沢の水でタービンを回す自家発電方式を取っているということです。パンフレットをいただきましたが、一部訂正箇所があるということです。ちょっと詳しくは聞かなかったんですが、どっか私の説明に間違いがあるところがあるかもしれません。源泉温度は 44.2 度、泉質はナトリウム、マグネシウム、炭酸水素塩、硫酸、塩泉ですということです。神経痛、関節痛、そのままあ、いろんなことにたくさん、効能がありますよということが書いております。ここは登山の基地になってます。国道19号から19キロ入りまして、ここの温泉で一休み、また宿泊もすることができます。そして沼の平、須郷平というんですかね、姿見の駅、池、朝日岳、万宮岳、神宮岳というんですかね、中岳、それから北海岳、黒岳というふうに、縦走することができる、コースになっております。ここの、こう珍しいのはですね、薪の音がパチ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 するこの暖炉ですね、それがあるということのようです。なんかピアノもあるみたいです。それからいろんな休憩施設なども用意されています。温泉は、700円で入浴できます。休憩所、そして、泊まることもできまして、食材も用意されています。ちょっと値段の方はちょっと聞かなかったんですけども、ここに、泊まられて、山に登っていくということが、できるみたいです。行きましたら車が 5,6 台泊まっておりました。一人の方が山から降りてきましたので、どこから来ましたかと言いましたら、沼行って沼を見てきましたということです。沼の平まで行ったんじゃないかなと思います。じゃあ私もそこまで行けますかねって言ったら、いやちょっと無理ですね、道が抜かれんでましてもぐちゃぐちゃになってますからということです。で、まあ行くのはやめました。まあ普通の靴で歩いて行けたら、スニーカーで行けたら行ったんですけども、ダメということで諦めました。この温泉までの道はですね、舗装されております。最初は広いんですよ。それからだんだん細くなりまして、今ご覧いただいているようにですね、もう近くになりますと、もう車がすれ違うのがやっと、まあ多分すれ違いませんね。で、対比帯がありまして、対比帯に車を寄せて、そこまでバックしてすれ違うということです。途中、なんとかすれ違うところで、車4台とすれ違いましたので、これはラッキーだったですね。それから過ぎてです、こうバックして、対比場まで下がらないと、ダメなところです。まあ舗装されてまして、しっかり整備はされております。横の方にはポールが立ってまして、ここが道路の端ですよというふうな示すことがされておりました。つきましたら、スタッフの方が非常に親切の方で、詳しく説明させていただきました。で、YouTube やってますよと言いましたら、中の撮影、お客さん今日は誰もいません、貸し切り状態ですので、どうぞ中の撮影も OK です、撮っていってください。そしてこの暖炉が有名なので、今ちょっと暖炉に薪をこう用意しているところなので、ぜひともそこを撮ってくださいというふうに、おっしゃってました。なかなかいいところですね。で、帰りにはそのカードをいただきまして、また来てくださいということでしたけども、多分来る機会はないんじゃないかなというふうには思うんですが、まあ近くまで来たら行ってみます。また寄ってみようかなと思います。温泉は本当に贅沢な温泉ですね。源泉かけ流しでもうジャバジャバ流してますね。で、まあ泊まることができて、ここから登山するという素晴らしいところだと思います。まあ道路の方はですね、もうこの先道路がなくなんでないか、 U ターンできないぞというふうに思いながら走っていくんですけども、ちゃんとホテルが見えまして、安心いたしました。カーブはきついですね。きついカーブのきつい上りがあります。スピードを出せませんので、ずっと3速、そしてカーブになりますと2速ですね、まで落としてゆっくり、登っていきます。このような山の中によく作りましたよね。昔の方って結構たくさんいろんなところ歩いてたんですね。ここは愛山系っていうんですが、札幌にあるのが定山系です。似たような名前なんですけども、さすがここは山ですね。歩くことは随分知ってました。しかしながら来たのは今回初めてですね。 YouTube をさせていただいて撮影しようということで、うろうろ走ってるんでここまで来ることができましたが、何もしてなければ来ないところですね。素通りしてしまうようなところです。
すごい山です。これから紅葉になったらここはかなりいいところでないかなと思いますね。この経路の19キロ走るだけでも結構綺麗な、紅葉がたくさん見れるところでないかなというふうに、思います。やっと到着いたしました。到着して一安心ですね。対向車もなくよくぞ来れたなということです。行きましたらこういうふうに広くなってまして、車が止まってます。多分この方々、皆さん山に登られてるんじゃないかなと思います。この右の白い壁の建物が宿泊棟と温泉です。中にはレストランもあります。この左側の方にもなんか山小屋風のがあるんですが、そちらの方も泊まれるんでしょうかね。集会場なんでしょうかね。なんかそういうふうになってます。いろいろ大雪山縦走することができる、基地となるところです。愛山県温泉って看板ありますね。ここから動画でちょっと中の方に、入ってみます。これが玄関のベンチですね。ここから階段を上ります。そうしますとブザーがありまして、キンコンキンコンとなりますね。お客さん来たぞということです。でちゃんとスタッフの方がですね出迎えてくれます。私みたいのがうろうろして何回も出て入ったするもので、そのためキンコンキンコンになってスタッフが出てくるんで申し訳なかったなと思うんですが、自動販売機も用意されています。これが自家発電でこの動くんですね。なんでここからまた静止画でしょうかね。もう静止画の方も撮ってみました。温泉の方はきちっと清掃されてますね。非常に綺麗な状態になってます。本当に山の中でよくぞこれだけの設備を整えてくれてるなというふうに思います。入浴料は700円です。タオルだとかその辺の必要なものの販売もあります。これが休憩施設ですね。休憩場です。そしてメニューの方もですね、結構いただいたメニューなんですけども、結構豪華な食事になってますね。ちょっと値段の方は分からなかったんですけど、いわゆる山菜系、それから魚系ですね、そちらの方のご飯になってます。この奥の暖炉が、結構いいですよということです。今薪を用意されてました。そろそろ暖炉の季節かもしれません。今度行ったらここで何か食べてゆっくりしてこようかなというふうに思うところです。秋の紅葉結構いいですね。秋の紅葉を狙ってまた行ってみようかなというふうに思います。ここから浴場です。誰もいなかったんで撮影 OK ですよということ言われましたんで、早速撮影させていただきました。脱衣場は加護式です。それとちゃんと洗面台もありまして、きれいな水も出ます。これが浴室です。源泉かけ流し、石鹸、シャンプー類、それからシャワーなどの設備も用意されております。サウナはありません。ここで十分温まることができますね。なかなかお肌がツルツルするいいところですね。しかも誰もいなかったということで、最高の時間を過ごさせていただきました。そうですね、綺麗になってますね。ちゃんとティッシュから綿棒まで全部用意されてます。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。